時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済評論家、三橋ー明さんです。 え、今朝もいろいろなニュースが入ってきていますが、経済面を見るとですね、これ、昨日の東京株式市場で日経平均株価、大幅促進しまして、えー、終値、ね、前の日と比べて二百十三円二十九銭高い二万六千0 0 2万614円七銭と、二千十五年八月十七日以来、およそ二年二ヶ月ぶりの高値をつけました。二万六百十四円七銭ですね。えー、これはあの、前日発表されたアメリカ製造業の景況の指数ですね、 これがおよそ13年4ヶ月ぶり、高い水準となりまして、アメリカの株価が過去最高を更新したということなんですね。えー、まあ、あの、東京市場でも投資家がリスクを取る姿勢を強めたということもあるんですけれども、これ、あの、高くなった、やっぱりアメリカの影響。 まあ、あ円安ですよね <laughs>。あ、はい。あの、そうですね、アメリカの影響。株高。株高ですね。はい、あの、株高ってのは日本円安の影響だから、<ー>基本的に。あの、円が安定してますよね。えー、ちょっとリスクがあるなと思うのが、はい、あの、選挙ね。はい。 それで、安倍政権が、まあ、ただ、待ばですね、負けましたと。で、金融緩和がおしまいですよ、と。いうようなね、毎日そういうことになったら、一気に円高になるから株価下がっちゃうでしょうね。ははい。ということで、あの、要は、政治で決まっちゃいますよね、ある意味、今に。日本の株価ってのは、今はね、少なくともとなると、まあ、これは一時的であって、 わかりません。だから、金融緩和がずっと続いて、GDP 増えていくるってなると、そしたらもう上がっていくると思いますけどね、えー。まあでもね、いつもの、三田さんもおっしゃってます。うん、アメリカの影響も結構受けますからね。受けますね,ね<え>、はい。あとは北朝鮮リスクとかがかか、えー、いきなり円高株安とかなっちゃうから。はい。はい、ええー。金正恩とトランプ次第ですね。 ああ。嫌 <laughs> な言い方です、えーえー。何かあの、まあ、あ自国ではなく。はい。まあ、やっぱりほら、円安で決まるっていうのは自国じゃないですよね、えーはい、そも。そうです、ね。はい。えはい。円安株高になる、ね、必ずそうなりますからね。ねえ。はい。さあ、それではここからですね、ミサイさんにこのテーマでお話しいただきます。<music> ラスベガス銃乱射事件と自然国家日本。 え、アメリカラスベガスで59人少なくともですね。59人が亡くなる銃乱射事件について、えー、三橋さんにお話しいただきます。まあ、容疑者はホテルで自殺したと報道されています。けれども、あのニュースでも伝えております。この銃0 1乱射事件ラスベガスの容疑者が銃に特殊な装置を取り付けて、連続して発射できるようにし、はい、殺傷能力を高めていたことがわかったということもありますし、あのテレビの映像なんか見てましても、あの例の大きなホテルですよね。はい、高級ホテルあそこの。 22回その部屋の2箇所のガラスが割れていて、はいうん、その2箇所からなんでも400メートルぐらい離れた場所に向けて、その機関銃のようなですね銃をその乱射していたということなんですが、いやー、改めてこのアメリカというのは、銃社会と言われてますが、事件の背景はまだあの判明してませんけれども、ね。はい そのラスベガスがあるネバダ州っていうのは、銃の傾向が認められているんですよ。持つことが早い。この時点我々としてはちょっと違いますよね。はい。で持ってていいんですよね。はい。で、購入する際もですね、身元調査義務付けられてるんですけど、あの、個人間の売買も認められてるんで、はあ。だから誰が持ってるかわからないんですね。で、じゃあ私たちは、じゃあなぜアメリカは銃を規制しないんだろうと思うかもしれませんが、はい。これね、実はあの、銃の保持っていうのは、はい。これアメリカの建国の理念に根ざした重大なテーマだっていうのをぜひ知っていただきたいんですよ。建国の理念ですか本当に建国の理念なんです。銃の保持が。そう えそれはどういうことなんでもともとね、えー、アメリカっていうのは、えー、その神の名のもと、はい、ま創造主っていうんですけど、神様の名のもとで、えー、国家、政府、国王に抵抗する権利を人民は持っているという、ジョン・ロック、はい、あのイギリスの政治家の、まあ、政治思想家のね、えー、ジョン・ロックの思想に基づいて成立した国なんですね。はい で、本当に独立宣言にそう書いてあるんですもん<い>要は政府が、まあ、つまりあの、人民の福祉とかにね、<い>その反するようなことになった場合は、<い>人民は政府を改造、または廃止して、<い>新たな政府を樹立するって書いてあるんですよ。はい、独立宣言に。<い>つまり革命権ですね。あ<ー>。るいは抵抗権を持ってますよっていう前提で、<い>それでアメリカができてるんですよ。はい、抵抗するためには、 武器が必要なんです。ということで銃を持たざるを得ないっていうような考え方になってるんですよ。もともとが。ええ。全然日本と違うでしょはい。ええ。あ、じゃあ何か文句があるんだったら、みんな立ち上が、銃を持って立ち上がらなくゃいけないん逆に。なわけですね。はい。はあ。あの、そして今回の事件を受けてですね、アメリカではその銃器メーカーの株価が上昇しているという、こういうニュースもありました。そうそう防衛のために購入するこの層が増えると、見込んでの株価上昇ということですが、これもまとすごいですこれもね、要はこういうことなんですよ。つまり、アメリカって、 っていうのは日本以上に本当の意味での個人主義グローバリズムなんですよね。もともとそういう国なんですよ。だから、その隣人がですね、例えばさっきのね、ナショナリズムじゃないんだけど、みんな仲良く助け合いましょうって感覚そもそもないんです。今、ない、全くゼロって言わないんだけど、そういう発想が強いんですよね。だから、自分の身は自分で守りなさいと。あは自分の家族は自分で守りなさいっていう、あの、大草原の小さな家って昔ありましたね。ありました。あれが典型なんですけど、ああいう、ポンと住んでてですね、家族は仲間なんだけど、まあ、まあ、の、パーティーなんですけど、そっから外はもしくは敵がいるかもしれないと。だから自分たち もなきゃいけないってことなので、こういう事件があったら、銃が売れるんですよ。はあ、はあ、い。ええー。これ、ある意味、アメリカの原点に回帰するって言ってもいいと思います。ええー。はい。これ、日本の場合、いかがでしょうか。全然違いますよね。ね<ー>全然違いますよね、えー。あの、ちょっと日本って、妙な国、最近妙な国なんですけどね。はい。その、政府、日本政府と日本国民を。なんか、対立させようとするような考え方、少なくありません、ね。<ー>日本国憲法は、日本国民を政府から守るためにある。なんてこと、これはね、共産党の人に言われたんだけど、なんで、日本政府と日本国民を分けるんだと。はい。日本政府って、日本。国 国民の主権に基づいいてててででできているわけだからまず同じししょっうをた上でね、はい、でアメリカはかるんですよ。はい、抵抗権持ってるから元々、もともと。はい、はい。でもアメリカはその抵抗権とかね、あるいは神のもとに平等であるって考え方に基づいて作られた人工的な国家なんですよね。はい、ジョン・ロックの思想に基づくね。はい、日本違うでしょ、と。うん、日本ってあの世界最古の高等、はい まあ、あの、天皇陛下ですね。はい。高をいただく自然国家であって、えー、日本国の始まりっていつなのか、もう古すぎて誰にもわからないと。そだいたいいつから日本って呼ばれてるのかもわからない。と、はい、いうようなそういう国なんですよね。えー、しかも、日本って世界屈指の自然災害大国なんですね。はい、そうである以上ですね、しかも世界、あの、最古の高等をいただいている以上ですね、国民と政府が一致団結して、常に次なる災害に備えなきゃいけない、ならないという国なんですよ、と。えー、その日本において、なんで政府と国民を対立させるようなことをやってんだという、まあ、そういう話なんですよね、えー。はいはい。まああのー世界 最の自然国家じゃあ、このためにはどうすればいいか。これは、だからそう考えたときにね、我が国の国民がお互いに助け合いましょうっていう、その健全なナショナリズムを持つのって、普通だと思うんですよね。持たない方がおかしいでしょ、という話なんですけどもね。ただ、その、ま、大統領選挙に負けた後に、いろんな、その、ま、思想、え、コントロールを行われまして、 それで、まずは政府と国民を敵対させようとする、まあ、左翼勢力ですね。はい、はい、まあ、あの、共産党が代表ですけども言っちゃいますけど、共産党ですよね<え>。はいと、もう一つは、お金っていう価値観を市場のものとしておくグローバリズム。はい。この二つによってですね、日本のナショナリズムが壊れてってるなと、はい。で、結果今やですね、右も左も、あの、ナショナリズム、国民意識を否定する政治家で溢れかえってるなと。はい。だから、左翼系の方々は日本政府をなんか敵視するわけですよね<ー>。はい。だから憲法、憲法が我々の防波堤だみたいな、そんなわけのわかんなく言うんだけども<え>。で、じゃあ右側の方々、安倍総理たちですね、はい。 バババリリリグローズムなんですよねどっちみて安全保障を壊して国民を不幸にするのは考えないじゃないかっていうような状況になっちゃってるから、そういう意味で我が国は本当の意味で国難なんだと思う。あ、今。今。それ総理が言ってるような意味じゃなくて。くしくも安倍総理が使った国難。うん。え、それと違う国難。違う意味で。総理が言ったのは少子化と北朝鮮問題じゃないですか。まあそれは国難なんですけど、解決方法があるんだけど、このナショナリズムが喪失していくっていう状況がですね、止められないと、安全保障成り立つわけないですからね。はい。だって安全保障っていうのは、いざという時は他人を助けると、そこに金は関係ないんですよ。 いい例えば東日本大震災の時にね、うん あの時、あの、全国から、そのトラック屋のたちがですね、トラックに、あの、救援物資満載にして、あの、東北に走ったんですよ。鉄屋で。で、あの、お金出なかったんですほぼ。ガソリン代も出なかったんだけど、なんでそれでもみんな東北に行ったのったら同じ国民助けるためでしょ、うと。これがナショナリズムなんだけども、そういうナショナリズムがなくて、どうやって安全保障が成立するんですかということで、今の安倍政権のそのグローバリズム路線と安全保障を両立させようとしているふうに見える。この政策はもう、らから不正合なんですよね。はい。えあの、やっぱり、 お金に行っちゃいますよね、今はね。行っちゃってますよね。ね<え>で北朝鮮問題がね、ちょっと目先の問題として安全保障の危機的な状況になってますけどね。はい、じゃ北朝鮮に対して、その、 誰が日本国民を守るんですかって言ったときに、それは同じ日本国民なんですよ。アメリカ様じゃないですからね、本来は。はい。そう考えたときにね、そのお互いに日本国民同士をその対立させるような状況が非常に増えている日本って本当にまずいなと。はい。あの前回でしたっけその総理がね、秋葉原で、え、都議会選挙のときにね、はい。まあいろいろこう矢字を言われて、で、このような人たちに待けてるわけにはいきませんみたいに国民を分断しちゃったっていう、あの、テーマ取り、あの、話題取り上げましたけど、あれ、はい。あれがまずいんですよ、だから。うん。って形で、右も左も上も下もですね、ナョナズムが壊れてってなってのが僕にですね、今 あの時の、だから安倍総理の本来だったら言わなきゃいけないことは。本来は、あなたたちような方々も守るのが私の仕事ですって言わなきゃいけなかったんですよね。で、昔の日本って、その根回しとかね、あるいは野党の反対を汲み取るとか、そういう形で与党が比較的謙虚に、その野党の声を聞いて政策を修正するってことでやってきたから、ある程度ナショナリズムがあったんですよ。あんまりあんなことはなかったけどね、当時が。でもそれが今壊れてっていうのは、完全に敵対してるじゃないですか。はい。えええ。まああの、 あえて、その暴言を吐くことによって注目を集めて、というようなこの宗教法なんですよね。まさに炎上商法っていうのは敵と味方に分けなくちゃいけないんですはい。はい。だから、た敵を作るわけね。例えば農協とかね、大阪市役所とかですね。あるいは東京都庁。都庁とかですね。そういう敵作って、それを攻撃することで自分の支持を上げるっていうのが、これが最近流行りのルサンチマン、ええ、プロパガンダに基づく炎上商法なんですよね。支持指示得るんですよ、これが。はい。あの、誰とは言いませんけど、まあ小池さんとかね。その辺ですけどね。橋本さんもそうですけどね。はい。 ナナショリズム壊すから、やつはいけないと思うんですよね、そういうような本来の政治っていうのが、日本から本当に失われてるなっていうのが、まずいと思いますナショナリズムっていうのは、どう解釈するかですけい助け合いっていう、こういうイメージで持ってればいいんですねだから、例えば大震災とか、北朝鮮のミサイル危機とかに対して、皆さんは個人で立ち向かいますかって考えてほしいんです、立ち向かえるわけないですよね、だから国家っていう共同体があって、お互いに助け合うってナショナリズムがなくちゃいけないんだけど、それをグローバリズムとか、あるいは政府と国民に敵対させるような考え方で壊されていってるから、まず ちょっと飛躍するかもしれませんが今度の衆議院選挙ですがねじゃこういうものも考えて議論してほしいですけど今回のポイントというのは憲法改正とか安全保障問題とかその2つ、あと消費税ねこの3つのようなことを言われてますけどももっと今三さんう重大な問題があると思います安全保障だってナサネズムなしで成り立つわけないんだからというですね。 今朝のコメンテーターは経済評論家、三橋隆明さんでした。あ、はい。 あの、そうですね、アメリカの影響。株高。株高ですね。あれ、株高ってのは日本円安の影響だから、基本的に。あの、円が安定してますよね。ちょっとリスクがあるなと思うのが、はい。あの、選挙ね。はい。それで、安倍政権が、まあ、例えばですね、負けましたと。で、金融緩和がおしまいですよ、と。いうようなね、毎日そういうことになったら、一気に円高になるから株価下がっちゃうでしょうね。ははい。ということで、あの、要は、政治で決まっちゃいますよね、ある意味今日本の株価ってのは。今はね、とはい。となると、まあ、これは一時的であって、 わかりません。だから、金融緩和がずっと続いて、GDP 増えてくってなると、そしたらも上がってくと思いますけどね。まあでもね、いつもあの、三田さんもおっしゃってます。アメリカの影響も結構受けますからね。受けますね。あとは北朝鮮リスクとかが、いきなり円高株安とかなっちゃうから。はい。ええ。だから、とトランプ次第ですね。 ああ。嫌、えー、な言い方です、えー。何かあの、まあ、あ自国ではなく。はい。まあ、やっぱほら、円安で決まるっていうのは自国じゃないですよね、そうです、ね。はい、はい。円安株高になる、ね、必ずそうなりますからね。ねえ<ー>。はい、はい。さあ、それではここからですね、ミサイさんにこのテーマでお話しいただきます。ラスベガス銃乱射事件と自然国家日本。 え、アメリカ・ラスベガスで59人、少なくともですね、59人が亡くなる銃乱射事件について、え、ミさんにお話しいただきます。まあ、容疑者はホテルで自殺したと報道されていますけれども、あの、ニュースでも伝えております。この銃,銃乱射事件、ラスベガスの容疑者が銃に特殊な装置を取り付けて連続して発射できるようにし、殺傷能力を高めていたことが分かったということもありますし、あの、テレビの映像なんか見てましても、あの、例の大きなホテルですよね、はい、高級ホテル。あそこの3 32回その部屋の2箇所のガラスが割れていて、はいうん、その2箇所からなんでも400メートルぐらい離れた場所に向けて、その機関銃のようなですね銃をその乱射していたということなんですが、いやー、改めてこのアメリカというのは、銃社会と言われてますが、事件の背景はまだあの判明してませんけど、ねはい そのラスベガスがあるネバタ州っていうのは、銃の傾向が認められているんですよ。持つことがこの時点我々としてはちょっと違いますよね。はい。や、持ってていいんですよね。はい。で、購入する際もですね、身元調査義務付けられてるんですけど、あの、個人間の売買も認められてるんで、はだから誰が持ってるかわからないんですね。で、じゃあ私たちは、じゃあなぜアメリカは銃を規制しないんだろうと思うかもしれませんが、はい。これね、実はあの、銃の保持っていうのは、はい。これアメリカの建国の理念に根ざした重大なテーマだっていうのをぜひ知っていただきたいんですよ。建国の理念ですか本当に建国の理念なんです。銃の保持が。 えそれはどういうことなんですもともとね、えー、アメリカっていうのは、えー、その神の名のもと、はい、ま創造主っていうんですけど、神様の名のもとで、国家、政府、国王に抵抗する権利を人民は持っているという、ジョン・ロック、えーはい、あのイギリスの政治家の、まあ、政治思想家のね、えー、ジョン・ロックの思想に基づいて成立した国なんですね。はい で、本当に独立宣言にそう書いてあるんですもん。要は政府が、ま、つまりあの、人民の福祉とかにね、反するようなことになった場合は、で、本当に独立宣言にそう書いてあるんですもん。要は政府が、ま、つまりあの、人民の福祉とかにね、反するようなことになった場合は、人民は政府を改造、または廃止して、新たな政府を樹立するって書いてあるんですよ。独立宣言に。つまり革命権ですね。いや、抵抗権を持ってますよっていう前提で、それでアメリカができてるんですよ。抵抗するためには、武器が必要なんです。ということで自由を持たざるを得ないっていう そうな考え方になってるんでですよもとが全然日本と違うでしょ、はいえー、あじゃあ何か文句があるんだったらみんな立ち上がる銃を持って立ち上がらなってゃいけないんですよ逆にそして今回の事件を受けてですねアメリカではその銃器メーカーの株価が上昇しているという、はい、こういうニュースもありました防衛のために購入するこの層が増えると未婚での株価上昇ということですがこれもまたすごいですよねこれもね,ね要はこういうことなんですよ、はい、つまりアメリカっていうのは日本以上に本当の意味での個人主義グローバー もともとそういう国なんですよ。だから、その隣人がですね、例えばさっきのね、ナショナリズムじゃないんだけど、みんな仲良く助け合いましょうって感覚そもそもないんです。今、ない、全くゼロって言わないんだけど、そういう発想が強いんですよね。だから、自分の身は自分で守りなさいと。あるいは自分の家族は自分で守りなさいっていう、あの、大草原の小さな家って昔ありましたね。ありました。あれが典型なんですけど、ああいう、まあ、ポンと住んでてですね、家族は仲間なんだけど、まあ、あ、の、パーティーなんですけど、そこから外はもしか敵がいるかもしれないと。だから自分たちで守んなきゃいけないってことなので、こういう事件があったら銃が売れるんですよ。 あーーえー、これ、ある意味、アメリカの原点に回帰するって言ってもいいと思いますこれ、日本の場合、いかがでしょうか全然違いますよね、ね<ー>全然違いますよね、えーちあの、ちょっと日本って妙な国、最近妙な国なんですけどね、はいその、政府、日本政府と日本国民をなんか対立させようとするような考え方、少なくありませ、ねうん日本国憲法は日本国民を政府から守るためにある、となんてこだはね、共産党の人に言われたんだけど、なんで日本政府と日本国民を分けるんだと。うん、日本政府って日本国民の主権に基づいてできているわけだから、うん、まず同じでしょう。 っていうのツッコミを突っ込みし,たした上でね、はい。ええ、で、アメリカはわかるんですよ。はい、抵抗権持ってるから元々、うん、はと、いはい、でもアメリカはその抵抗権とかね。あるいは神のもとに平等であるって、考え方に基づいて作られた人工的な国家なんですよね。はい、ジョンロックの思想に基づくね。ええ、日本違うでしょと。うん、日本ってあの世界最古の高等、はい。 まあ、あの、天皇陛下ですね。はい。高等をいただく自然国家であって、えー、日本国の始まりっていつなのか、もう古すぎて誰にもわからないと。そうですね。大体いつから日本って呼ばれてるのかもわからない。はい。というようなそういう国なんですよね。えー、しかも、日本って世界屈指の自然災害大国なんですよね。はい。そうである以上ですね、しかも世界、あの、最古の高等をいただいている以上ですね、国民と政府が一致団結して、常に次なる災害に備えなきゃな,ならないという国なんですよ、と。えー、その日本において、なんで政府と国民を対立させるようなことをやってんだという、まあそういう話なんですよね、えー。はいはい。まああのー、世界 最古の自然国家だと、はい、あと世界屈指の自然災害大国。うん ことですよねじゃあ、このためにはどうすればいいこれは、だからそう考えたときにね、我が国の国民がお互いに助け合いましょうっていう、その健全なナショナリズムを持つのって、普通だと思うんですよね、持たない方がおかしいでしょという話なんですけどもね、ただ、その大統領選挙マク政府と日本国民を分けるんだと、日本政府って日本国民の主権に基づいてできているわけだから、まず同じでしょっていうツッ突っ込みをした上でね、アメリカは分かるんですよ、抵抗権持ってるから、もともと。でもアメリカは抵抗権とかね、あるいは神のもとに平等である 考え方に基づいて作られた人工的な国家なんですよね、はい、ジョン・ロックの思想に基づくね、えー、日本違うでしょと、うん、日本ってあの世界最古の高等、はい まあ、あの、天皇陛下ですね。はい。高をいただく自然国家であって、えー、日本国の始まりっていつなのか、もう古すぎて誰にもわからないと。だいたい大体いつから日本って呼ばれてるのかもわからない。と、はい、いうようなそういう国なんですよね。えー、しかも、日本って世界屈指の自然災害大国なんですね。はい、そうである以上ですね、しかも世界、あの、最古の高等をいただいている以上ですね、国民と政府が一致団結して、常に次なる災害に備えなきゃな,ならないという国なんですよ、と。えー、その日本において、なんで政府と国民を対立させるようなことをやってんだという、まあそういう話なんですよね、えー。はいはい。まああのー世界 最のの自自然然国国家だとととあ世界屈指災害大いうことですすよねじゃこのためにはどうればは、だからそう考えたときにね、我が国の国民がお互いに助け合いましょうっていう、その健全なナショナリズムを持つのって、普通だと思うんですよね。持たない方がおかしいでしょ、という話なんですけどもね。ただ、その、ま、大統領選挙に負けた後に、いろんな、その、ま、思想、え、コントロールを行われまして、 それで、まずは政府と国民を敵対させようとする、ま、左翼勢力ですね。はいはい。まあ、あの、共産党が代表ですけども言っちゃいますけど、共産党ですよね<え>。はいと、もう一つは、お金っていう価値観を市場のものとしておくグローバリズム、はい。はい。この二つによってですね、日本のナショナリズムが壊れてってるなと<ー>。で、結果今やですね、右も左も、あの、ナショナリズム、国民意識を否定する政治家で溢れかえってるなと。はい。だから左翼系の方々は日本政府をなんか敵視するわけですよね<ー>。はい。<え>だから憲法,憲法が我々の防波堤だみたいな、そんなわけのわかんなく言うんだけども<え>。で、じゃあ右側の方々、麻��総理たちですね、はい。 とといいいうううバババリリリグローズムななななんですすよよねどっっっっちちててて安全保障を壊し国民不幸ににるるのかかかじゃゃ状況らそういう意味で我が国は本当の意味で国難なんだと思う。あ、今。今。ええ。それ総理が言ってるような意味じゃなくて。くしくも安倍総理が使った国難。うん。え、それと違う国難。違う意味で。総理が言ったのは少子化と北朝鮮問題じゃないですか。まあそれは国難なんですけど、解決方法があるんだけど、このナショナリズムが喪失していくっていう状況がですね、止められないと、安全保障成り立つわけないですからね。はい。だって安全保障っていうのは、いざという時は他人を助けると、そこに金は関係ないんですよ。 いい例えば東日本大震災の時にね、うん。 あの時、あの、全国から、そのトラックやろうたちがですね、トラックに、あの、救援物資満載にして、あの、東北に走ったんですよ。鉄夜で。で、あの、お金出なかったんですほぼ。ガソリン代も出なかったんだけど、なんでそれでもみんな東北に行ったのったら同じ国民助けるためでしょ、うと。これがナショナリズムなんだけども、そういうナショナリズムがなくて、どうやって安全保障が成立するんですかということで、今の安倍政権のそのグローバリズム路線と安全保障を両立させようとしているふうに見える。はい。この政策はもう、はらから不正合なんですよね。はい。えあの、やっぱり、 お金に行っちゃいますよね、今はね。行っちゃってますよね。ね<え>で北朝鮮問題がね、はい、ちょっと目先の問題として安全保障の、まあ、危機的な状況になってますけどね。はい、じゃ北朝鮮に対して、その、